皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1968年公開の、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。現代、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。監督はジョージ・A・ロメロ。脚本はジョン・A・ルーソ。主な出演は、ジュディス・オディア、デュアン・ジョーンズ、ラッセル・ストライナー、など。母の墓参りの途中、バーバラと兄のジョニーはゾンビに襲われる。バーバラはなんとか近くの民家に逃げ込むが、そこには黒人青年ベンなどが立てこもっていた。外部との連絡が取れない中、周囲は生ける屍の群れに取り囲まれていた。というストーリー。死者が蘇り、生きた者の肉を食うという現在では定番となったゾンビ像を確立した、ゾンビ映画の元祖といえる傑作。本作の後、数々のアリュー作品が生まれた。ちなみに、作品内でゾンビという表現は登場しない。低予算だったので1968年制作なのにモノクロだが、これがプラスに働いていて、作品の根底に流れる社会風刺的なシニカルさとうまくフィットしている。怖いというよりも何とも言えない不安感が、唐突に始まる冒頭から最後まで続く。ラストはいろいろな意味で衝撃的。ということで、評価は。Thumbs up!